来季初めての S 級が決まりました。そのあたりいかがでしょうか。そうですね、今ちょっと調子を落としてるんでちょっと不安な部分もあるんですけど、まあ、来季に向けて、まあ、積極的な競争できるように頑張っていきたいと思います。まあ、その近況の話も出ましたけれども、直前落車のアクシデントにも泣きました。ダメージの方はいかがですか。そうですね、まあ、ちょこっと残ってるんですけども、はい、頑張りたいと思います。気持ちで。松阪バンクは非常に験のいい舞台だと思うんですけれども、イメージなどいかがでしょうか。そうですね、あのデビュー戦優勝してるし、はい、イメージはいいと思うんで、はい、そのイメージで、はい、走りたいと思います。まあ、来季の S 級に向けて立て直しもしていきたいところですね。そうですね、はい、あの、はい、このままちょっと調子を落としたまま S 級上がるとちょっとダメだと思うんで、はい、上げていきたいと思います。さあ、それでは、最後にカメラに向かって一言メッセージをお願いします。いい競争できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。